東海道線の高架化により生まれた広大な土地。駅前整備の一環としてバスターミナルの建設が始まりました。刻々と変わる広場、発展を続ける東海の雄と浜松にふさわしい玄関になります。一方、遠州鉄道高架化工事も着工されました。駅前整備とともに明日の浜松の街づくりが着々と進められています。朝、収集車の出発。1年間に出るゴミの量は25メートルプールで1300杯にもなります。増えるゴミはさまざまな弊害を生みます。そこで美しい浜松を目指してゴミ 10% 減量運動が始まりました。シンボルタワー、ポスター、分かりやすい本で水切りやゴミの分別を訴えます。町ぐるみのゴミ減量や廃品回収が積極的に各地で行われています。こうした市民皆さんのご協力で今年は推計量をおよそ1万4000トンも下回りました。これはおよそ2億6000万円の経費にあたります。これからもみんなできれいな街づくりを心がけましょう。温かい心が通い合う福祉都市を目指して友愛の福祉基金の制度が新しくできました。老人や障害を持つ人々の安定した福祉、市民のボランティア活動の助成などのために基金を積み立てます。皆さんの温かい善意もこの基金に積み立てられて効果的に使わせていただきます。善意の花咲くふれあいの街にしましょう。心弾む入学式、今年から小中学校の新入生には一人に一本の苗木が贈られることになりました。入学の記念植樹、自然を愛する心が育つように、緑いっぱいの学校になるように、やがて新図書のような緑に囲まれた素晴らしい環境になるでしょう。名誉市民山本太六さんが4月25日
99歳の生涯を閉じられました。5月31日、山本さんの功績に報い、市民葬がしめやかに行われました。山本さんは工業試験場場長、浜松工業初代校長などを歴任され、浜松の繊維産業振興に尽くされました。名誉市民に推挙された日の山本さん、研究者として教育者として常に敬われ慕われていた山本さんでした。遠州灘に面した海浜公園の一角に老人福祉センター江ノ島荘がオープンしました。舞台のある大広間では踊り、お芝居の練習や発表ができます。ゆったりとした湯船、2階の静かな和室でお茶を楽しむひととき、広い運動場ではゲートボールを楽しむ風景も見られます。古東荘同様楽しく利用してください。伊佐治町に農村環境改善センターが完成しました。農業の経営や技術向上のための講座、味噌作り、こんにゃく作りなど、みんなで工夫しての手作り料理教室、健康相談なども行われ、農業の健全な発展を図る地域に密着した活動の場になります。また健康増進のためのスポーツ施設も充実して皆さんに利用されています。庁舎西館が完成しました。新しい庁舎は市民の皆さんの便利を図るため、日常生活に関連のある窓口が同じ階に配置されています。また緩やかなスロープやエレベーターなどによって車椅子での利用もできるようになりました。これからも市民の皆さんに親しまれる市役所となるよう努めます。